時計ファンおすすめアンティーク時計4本をチョイスしてご紹介します。時計の委託アンティーウォッチマンの提供でお送りします。1本目はオメガシーマスターデイデイトブラックダイヤル手巻式ヴィンテージウォッチ O7518。 文字盤は人気のブラックダイヤルにデイデイトがついています。デイデイトは正常に機能します。リューズを1段引くと日にち、2段引くと曜日、反時計回りと時間、時計回りを調節できます。ベルトはオメガ製のステンレスベルトが装着されており、長さは 17cm から 20cm まで調節できます。風防の中央には小さなオメガの刻印が見られます。リューズにオメガの刻印が見られます。2本目はエベル手巻き3針 SS スクリューバックケース HA4917。 1940年代のエベル手巻き3針時計です。ダンヒルが時計の生産を委託したのがエベルでした。よって珍しいエベルとダンヒルのダブルネームとなっています。機械はエベル内製の CAL101 で耐震機構が施されています。インデックスはアラビア数字とドットの組み合わせで、ハンドはスケルトンになっています。シルバーケースとキンバリーイエローゴールドのバンブーブレスがよくマッチしています。3本目は2番角型手巻きクラムシェルケース SS ピンクダイヤル HA4757。 2番の角型手巻き時計です。1940年代角型時計の防水機構で各社がしのぎを削っていました。その一つがクラムシェル4つビス防水です。機械は多番 CAL365K です。ピンクダイヤルのプリントで黒塗りハンドの組み合わせです。4本目はリュブランバイモパード手巻き3針インナーケース HA4748。 1940年代リュブランの手巻き時計です。 SS のシリンダーケース3トーンのダイヤルで、秒針の先端は矢印となっており、非常に凝った作りになっています。機械はモパード製の CAL150MN が搭載されています。インナーケースが付きスクリューバックケースです。詳しくは時計の委託アンティーウォッチマンでご確認ください。